上でお昼はまだちょっと寒いですね。早く食べてダンスレッスン始めましょう。今日はみんなに差し入れを持ってきたんだよ。じゃん。どうせいちご系でしょ。ぷぷー、栃木県の郷土料理しもつかりです。かー、おっと、用事を思い出しました。説明しよう。しもつかりとは見た目のインパクトからぶっちゃけ栃木県民も苦手な人が多い郷土料理だべり。主な材料は鮭の頭、大豆、大根、人参、油揚げ。それらを粗くすりおろして酒粕とともに煮込んだものなんだべり。健康にいいのはわかるんだけど、私苦手なのよね。見た目もこれだし。名前も微妙ですよね。もつかれみたいな。もう名前で終了してる感あります。にんひどい。二人とも下つかれディスりすぎ。こんなに惜しいのに。だってみたいだぴょん。あえて言わないようにしてたのに。二人とも分かってる？私たちは明日全日本下津枯れコンテストに PR ガールとして参加するんだよ。全日本で？栃木近辺でしか食べてないのに。そんな私たちが下津枯れが苦手とか言ってたらのんのんだよ。それで持ってきたのね、下津枯れ。ののかさんがリーダーみたいです。リーダーだよ。そこで二人に少しでも下疲れを好きになってもらえるようアイディアを絞ってきました。そわそわ。その1、下疲れの可愛いゆるキャラを考えてきたよ。ゆるキャラ？なるほど、キャラクターを使ってイメージアップさせるわけね。じゃじゃーん、キモカワ系にしてみました。おい、カワ成分ないから。下津枯れの材料をモチーフにしてみたんだ。あ、ちなみに口から下津枯れを吐き出す特技があって。いらない、いらないから、その設定。なんか私、余計に下津枯れが苦手になりそうです。あ、何か物足りないなと思ってたの、今思い出した。下津枯れ作りに欠かせないアイテム、鬼おろしを持たせないと。狂気だからそれ。なんか体験まで変わってますよ。ボス、ボーツ。ののかの趣味がわからんべり。その2、下疲れをイメージしたキュートなアイドル衣装を考えてみたよ。ベリリ、お願い。ベリ。じゃじゃーん。あれ、普通に可愛いわね。色は茶色ですが、どの辺が下疲れなんですか？生地の柄をよーく見て、下津枯れの写真がプリントされているのです。うえー、うん、ということはピョピョピョ、モザイクをかけるとこんな感じに。かけるなー。そして最後は極めつけ、その3、下津枯れにイチゴを入れてみたよ。入れるな。この見た目だし、ちょっとくらいイチゴ入れてもわからないと思って。ちゃんと美味しいよ。そういう問題じゃん。てか、モザイク取れてません。どうしたの、ののか。なんか様子が変ですね。うわー、酒かす、これ酒かす入ってますよ。まずいわ、ののかはお酒に激弱なのよ。忘れてた。酒に酔うとののかの内なるダークサイドが覚醒して。そのモザイクでその笑いやばいから。水持ってきます。はあ、早速今年も出たわね、ダークベリーサイド。今年は何回出るか賭けをしませんか、ルリさん。いいわね、乗ったわ。え、何の話。まあいっか、次回のボイスコミックもよろしくね。